アイアンデューク級戦艦は、イギリス海軍のちょうど急戦艦で13.5インチ砲を主砲とする最後のクラスで1912年10月から1913年11月まで4隻が収益した。一番艦のアイアンデュークとは、ワーテルローの戦いで、ナポレオンを打ち破った初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーのことである。全級である、キング・ジョージ5世。 本級は、キング・ジョージ5世級の改良型として1911年度海軍計画において4隻が建造されたクラスである。兵装面において、これまで複砲に用いられていた 10.2cm 速射砲は、同世代の列強の主力艦に比べて、ドイツ海軍が 15cm、フランス海軍も 13.9cm、アメリカ海軍の 12.7cm に比べても、 昇降系で、威力不足が、運用側から指摘されていたが、海軍教であったジョン・アーバス・ノット・フィッシャーが、単一放論者であったために、ちょうど9戦艦の時代にあっても、後継の強化が禁止されていた。だが1910年に、フィッシャーが海軍教を辞任したおかげで、ようやく威力不足が指摘されていた複砲に、軽巡洋艦の主砲クラスの15.2センチメートル速射砲を、 採用できた。しかし、全球の複方配置のままだと3番手砲塔からの爆風をまともに受ける被害が挙げられていたため、本球においては1番手砲塔の側面から全部マストの側面に原則ケースメート配置したが、今度は艦首からの波浪をまともに受けて、外洋での戦闘に支障が出た。複方の大型化に関しては2000トンの排水量増加につながり、 代償として、艦板防御が薄くなっただけで戦闘には役立たなかったとする意見もある。そうした意見によれば、観測面の穴は波をかぶりやすく、原則に開口部を持つ貧弱な装甲の経路は二次爆発に繋がる恐れがあり、また中高警報は小型の護衛艦艇に搭載した方が安価で効果的であったということになる。 しかし、年々大型化の一途をたどる駆逐艦への対抗は 102mm 砲では力不足になってきており、フランス海軍のように早期から 13.9cm 砲を装備した例やドイツ海軍のように 15cm 砲クラスの後継が必要になることは自命の理であった。また、軽巡洋艦不在の時には戦艦単体で敵水雷戦隊を撃退しうる火力は必要であった。 防御面においては、防御装甲の厚みを全球のそのままに、効果範囲を拡大したが、水戦下の装甲は、水雷隔壁と石炭庫でカバーしたものであった。1914年に撮られたセンチュリオンの写真、本艦の船体形状は、船体中央部までを占める高い還元を持つ、朝鮮主郎型船体であり、外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首形状は、 この頃のイギリス式設計の特徴である、監視浮力を稼ぐために、推薦下部は全方向にせり出した形状となっていた。傾斜の全くない監視甲板に前向きに、連想タイプの1番2番手法等2機を、配置2番砲塔基部から甲板1段分上がって、髪型から見て、菱形の上部構造物が始まり、司令塔と三角柱型の船橋を持つ、 箱型の環境構造を基部として頂上部に見張り所と射撃砲位板室を乗せた三脚型の全部マストが立ち、全球と同じく主脚と、副足の間隔は狭かった。その背後には間隔の狭い二本煙突が立つ。煙突の周りは三角形状の関西低置き場となっており、煙突の間に設置されたジブクレー日記により運用された二番煙突の基部で、 選手廊甲板が終了し、そこから甲板一段分下がった。中央部甲板上に三番手砲塔が後ろ向きに一機が配置された。後部甲板上に八角柱状の上部構造物が設けられ7.6センチメートル広角砲が単層砲画で並列二機を配置していた。その背後に四番五番手砲塔が背負い式配置で後ろ向きに二機が配置された。収益後に取られたマールバラ。 5番手法等の側面の複砲の砲網は閉塞され、上部構造物の三脚マストの基部に移設されていた。複砲の 15.2cm 速射砲は、千手廊の側面部の一番手法等の側面から1番煙突の側面にかけて5機が配置され、5番手法等の側面に1機ずつの片源6機で計12機を配置していた。運用面において、監守側の5機は高所にあり、 波浪の影響を受けにくかったが、艦備側の2機は位置が低かったために波浪の影響を受ける問題があった。これは近接する敵駆逐艦の艦影が水平線上に浮かんで見えるだろうという斬新ではあるが誤った確信に基づいて装備されたもので、結局1915年から1916年にかけて後部ケースメイト配置は閉塞され、 その分の 15.2cm 速射砲2門は1915年から1916年にかけて上部構造物の最後部に配置外する必要があった。収益後の第一次大戦中にマスト長が短縮されるとともに環境構造が多層化され2番煙突の中部に単小灯台が設けられ単小灯が並列配置で2機配置された。またアンテナ線の展開のために 後部マストが新設され、後部構造物上に複法則的ところと即居儀が新設された。1918年に2番4番手法等に陸上機の滑走用のプラットフォームが設置され、陸上機1機が搭載された。本級はロンドン軍縮条約により戦艦から除籍され3隻が解体処分されたが、ネームシップのアイアンデュークのみは練習艦としての保有が認められ、 砲術練習艦として使用すべく装甲の撤去、速力を制限すべく一部ボイラーの撤去、そして手法門数を6門とする規約のために2番5番手法等が撤去された。この時に後部甲板上に 12cm 広角砲を2機追加し、ボイラーは重油戦傷管に改造をされた。武装、装甲の削減により、排水量は減少して21,250トンとなり、 武装は 34.3cm 二6ン 15.2cm 砲12門となった。練習艦時代に、対空火器の実験に使用されたが、1939年に、手砲、副砲を、陸上の沿岸砲台に供出したため、武装は 7.6cm 広角砲2門と 4.7cm 速射砲4門となった。マーク V34.3cm 砲の、 主砲塔の構造を示した図。本級の手法は、前級と同じく、1912年型マーク v、34. 3 4 3トル砲を採用した。この砲は、方向所作、方針の上下は、行角20度、深角3度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番、2番、4番、5番、砲塔は、左右150度であったが、3番砲塔は150度の、 戦改革のうち後部環境を避けるため後方0度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。マーク V34.3cm 砲弾薬船から 34.3cm 砲弾を補給中のエンペラー・オブ・インディアの写真。本艦の副武装は1910年型マークセブン1 5 2 c m 速射砲。 を採用した。その性能は 45.4kg の砲弾を最大行角20度で13,350メートルまで届かせられた。砲身の不行、砲頭の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は行角20度、不角のなどで旋回角度は360度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。 他に、対空火器として 7.6cm 広角砲を、単装砲がで2機、近接火器として 4.7cm 単装機砲4機を、艦上に装備していた。対艦攻撃用に 53.3cm 魚雷発射管を、水面下に、1番手砲塔の側面に1門ずつと5番手砲塔の側面に1門ずつの片ン2門の、計4門を装備していた。本級の武装。 装甲の配置を示したイラスト、手法、副法の社会の政権が書かれている。防御方式は全球に引き続き全体防御方式を採用しており、推薦部に艦首から艦尾部までの原則全体に装甲が貼られた。推薦中央部の1番から5番手法等の間が 152mm から 305mm、艦首、艦尾部では 102mm から 152mm であった。 一番手砲塔と五番手砲塔の手前には横角壁として 38mm から 203mm の装甲で防御していた。また、最上艦板の中央原則部には一番手砲塔側面から五番手砲塔側面にかけて 76mm から 178mm の装甲が張られており、複方ケースメート部は重防御であった。当時の水雷防御として、 水線下の水密隔壁に後半が張られた。主砲塔の前立てには 280mm、側面から後ろ立てにかけて 203mm 装甲が張られ、天外は全面の傾斜部は 102mm で、平面は 76mm へとテーパーしていた。バーベット部は、甲板上は 254mm であったが、甲板下は 178mm でしかなかった。 関半部の水平防御は、防御関半は 64mm で、横隔壁から先は 25mm であった。司令塔は、前立てから側立ては 305mm で、天外は 76mm であった。本級の防御走行は、同世代のプロバンス級戦艦と比較して、原則走行や司令塔などの厚みでは、カタログデータ的に優秀であったが、関半防御や手法塔走行や、 バーベットなどの防御など一見してはわからない場所では全体的に薄くなっていた。写真は本級の元になったキング・ジョージ5世級のオーディシャス。オーディシャスは機関室の側面にドイツ軍が付設した機雷一発に触い機関停止して撃沈されてしまった。本級の設計時にはこの頃から駆逐艦や潜水艦の発達が進み、実戦において機雷や 巨来の被害を受けることが多くなっていた。本級の水雷防御面においては、水栓下の防御格壁は、手法弾薬庫と機械室の側面にしか施されておらず、それよりもスペースの大きいボイラー室の側面に防御格壁は施されていなかった。この設計は、1916年に正規したユトランド沖海戦に参戦した本級のマールバラが重要倉庫区画にある、 右舷側のボイラー室の原則に、魚雷一本を受け、長さ21メートル高さ6メートルの全長の9分の1に及ぶ大破口が開いて大破し、折り足くまあるバラは、ドイツ海軍のカイザー級戦艦と交戦中で、高速航行中であったために浸水に拍車がかかり、船体が大傾斜して、主砲塔が操作不能となってしまったなど、その不適切さが実践で証明されている。 ユトランド沖海戦の戦訓により甲板防御の不足が指摘されたため、1916年後半に急遽弾薬庫の上面に 25mm から 51mm の増加装甲を追加した。ベンボウ、アイアンデューク及びマールバラはユトランド沖海戦に参加した。エンペラー・オブ・インディアは1931年に標的艦として沈められた。ベンボウは1929年に マールバラは九百三十二年にスクラップとして売却された。アイアンデュークはワシントン海軍軍縮条約の結果、砲術練習艦に転換され、九百四十六年にスクラップとして売却された。ポーツマス海軍造船所にて九百十二年一月十二日寄港、同年十月十二日浸水、九百十四年三月収益、1931年に 法術練習館に移籍、第二次世界大戦時に、主砲、副砲を沿岸砲台に供出し、1946年3月2日に、除籍後、1948年に解体業者に、売却処分、ベアードモア社ダミュール造船所にて1912年5月30日に寄稿、寄港、1913年11月12日浸水、1914年10月、収益、 1931年3月に解体業者に売却処分。デボンポート造船所にて1912年1月25日寄港。同年10月24日浸水。1914年6月収益。1919年から1924年にかけて地中海艦隊に配属。1926年から大西洋艦隊で訓練任務に就く。 1931年に除籍後、航空攻撃の標的や、艦内爆発の実験に使用された後、1932年6月27日に、解体業者に売却処分、ビッカーズ社、ベローゾー戦所にて1912年5月31日、1931年7月10から11日に、かけて、艦砲射撃の標的にされて9月1日に、 沈没したが、その後に扶養されて1932年に解体処分。ありがとうございます。